フラグスタート。チャークラと5です。はい、ということで今回僕のこの服装見てください。スシローで働いてるんですか？あ、いらっしゃいませじゃなくて、そうじゃなくて、何か連想しません？フグ捌く人もあるよ、確かに。スケーターは懐石料理作ってる人、料理につなげるのはありがたい。確かにね、ありがとうさん、料理チャンネルに載せてもらってます。今回の企画なんですけど、はい、和にちなんだものをやっていただこうかと。と言いますと、まあ、日本いろいろね、古来から、古い伝統などあると思うんですが、俳句。ああ、我々は猫である。あ、そう、我が輩は猫であるだし、俳句じゃねえし言だし、それ俳句というのはですね、五七五で表す、まあ、一つの文みたいなもんなんですよ。ハッとしてない顔してるな、君たち。ないないね。デレデレデレデ、デレデレデレ。そうそうそう。本当はそんな感じ。このね、若いね、21歳の子たち、触れたことありますかと。あるよ、あるよ。自信ありますか、じゃあ。自信はあるかって言われたら、ないよ。日本人としての自信ありますかと。あなたはあるんですか？ありますよ、そりゃ。じゃあ、3、2って多分言う、できると思う。あー、3、2、1。はい。素晴らしき、仲間と出会え、感謝なり。はい、ありがとうございます。で、なんなん？ってことで、まあ、二人パッと見、ただのまあチンピラヤンキーなんですけど、もう今言われへんねん。言われへんからね。チンピラヤンキーやな。いや、言っちゃう。あなたもチンピラヤンキー。まあ僕がいくつか俳句を考えてきました。ただね、俳句じゃここで考えましょうなんて言ってたら、もうおじいちゃんたちのあのお茶会と変わらないことになってしまうので、今回の企画、はい、対決、五七五で買ってきてほしいものを伝えろ、俳句王。まあこれが僕らと君との温度差ですよ。今から僕が五七五を歌います。もう宇田先輩もう興味なさすぎて時計いじってるもん。で、僕が今から五七五で買ってきてほしいもの歌います。で、それをこれってまさかこれなのかと連想しながら、それを買ってきてほしいんですよ。あー、じゃあその歌をヒントに、あー、こいつはこれを思いながら歌ってるんじゃないかっていうのを考えながら、それを買ってこいってことか。その通りでございます。まあちょっと例題じゃあいきますか。じゃあ視聴者さんにも分かるように、はいはい、止まらない、やめられないよ、サクサクで。やっぱエビ先輩。その通りですよ。じゃあまあうだうだしても時間の無駄なので、早速問題出していきます。よろしいようで。まあこれがいや、もうさ、君との温度差ですよ。やばっ。もちもちで中は冷たく甘いもの。はい、来た、わかった。余裕で分かった。言わないでくださいね。余裕で分かった。びっくりしちゃう、それは。皆さん分かります？見てるね。分かるんじゃない？真っ黒で、神のみぞ知る刺激かな。あ、分かった！それ分かったかもしれない。神のみぞ知る。神のみぞ知る。そう。多分俺これはな、当たってるわ。俺もちゃん当たってると思うよ、その反応は。うん。分かった。分かった。分かった。はい、分かった。じゃあ、分かった、分かった、分かった。カサカサの乾いたお山潤すよ。は？やばい。乾いたお山がなんか出てくる。乾いたお山。現象ね。奇跡かな、至高の水は大人から。はぁ、奇跡かな、至高のお水は、至高の水は大人から。はぁ、これ大事ですね、これ奇跡って。奇跡大事な。もしね、こちらひらめかなかった場合でも買ってきてもらわなきゃいけないんで、恥かくだけの可能性もあるんですが。はきめえ、マジで。なにこれ。え、わかんない。山の中、釣れた魚を包み込む。これちょっと難しいかもしれないです。じゃ、売ってんの？売ってます、全部売ってます。多分今日も見てる、多分ね、コンビニで売ってる。山の中、山とは一体何なのかっていうのを考えてほしい。山なんてあるわけないやん、コンビニに。あるものを連想させてその言葉にしてるんですよ。はいはい、島袋さん、何かに気づきましたね。はぁ、チューイング、五石に似てるお菓子かな。あ、これは俺分かったよ。うせん、一瞬で分かった。こう丸っこいさ、石みたいなこうやって乗せてくやつなんだけど、今それは分かったわ。なぜこれが簡単なのかっていうのもここに止めてください。静かなる時を生み出す秘宝かな。は、もうそれさっぱり分からん。これはレベチス。ちなみにこれも絶対二人手に取ったこともあると思う。まずそれが食い物なのか飲み物なのか。食い物でも飲み物でもありません。物？物です。世の中の全員が触れてるものだと思う。広がるは吹き出す水の墨汁かな。余裕で分かった。これ多分合ってんだよ俺。ちょっと待って、本気で分からん。もうでは、お
方々、改めて行動お願いいたします。はい、でこれは各々買ってきて、はい、全部で8問8問中何問どっちの方が多く合ってるかっていう対決ね。そうですか、なんかあるん。そうですね、ちなみに言い忘れてました、こちら対決なんで、まあ、手数は罰ゲームはもちろんあります。あ、こちら俳句じゃないですか、あのちょっと俳句力が足りないなと。あ、その負けた人が、うん、そう、想像力もちょっと今悪いんじゃないかと思いまして、1週間ツイッターで1回俳句を歌っていただきます。1週間だから7回俳句を歌ってください。しかも自分で作ったやつです。へー、何かあるかなぁ。なんか俺もう負ける気がおるわあじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はい、買ってきましたよ。買ってきました。はいはい、自信の方がいかがですか。自信はまあ半分、まあ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 、当たってるか当たってないかぐらいかな。神の裁きよ。もちもちで中は冷たく甘いもの、せーのせーでドンドン池田君。よかった、あよかった、当たりでございます。ふざけんなよ、ふざけんなよ、マジでふざけんなよと思った今。2人とも今のところ正解ってこと。正解ですね。こちらは本当に前座中の前座、まあ、簡単やからね。真っ黒で神のみぞ知る刺激かな、はい、せーのせーでバン。いや、こっちは気がするもっちゃん、そういうこと。何違うの。もっちゃん正解です。お前らよかったコーラって作り方知ってる人ってなんか2人ぐらいしかいないんじゃなかったっけ。あ、そうなんや。そうだからまあ神のみぞ知るってところを。あーね、刺激っていうか苦味やねカサカサの乾いたお山潤すよ、せーのせーで天然水か。ちょっと待って、違うんだよな、二人とも。ハズレ。ハズレですね。タケノコの里のクッキーって山やん、うん、カッサカサやん、カッサカサにチョコレートコーティング潤してあげてる俺はもうわかるやん。いや、もう言われてみれば、うわ、これやわと思って。カサカサじゃなくてカラカラじゃない、これは。はぁ、一緒やんけ、そんな。そうやって、今の俺の唇リップクリームや。こうやって見るとさ、うん、山みたいに見えるやん。このカサカサのとこに潤わってるのと何って、リップクリームじゃないですか。うすっ奇跡かな、至高の水は大人から。はい、せーのせーで、はい、じゃん、香水か。これ何、日本酒あーもっちゃん正解だ。でも、本当に三角、三角、本当の正解はビールです、うん、水ちゃうやん、見た目あれでも液体って言えや。ビールってあれ、奇跡の水と呼ばれてたんですよ。その由来というのが、あのビールっていうのは天然から生まれたもので、至宝至高と言われているものだったんです。 2.5 点ということで、こいつ 0.5 ってことね。山の中釣れた魚を包み込む、はい、よろしいですか。はい、せーのせーで、はい、おにぎりだよね。なんでおにぎりですか。紅鮭。あ、よかった、一緒や。正解だよね。あ、危ねえ危ねえ。これはあんまりよ、あの時土台まで気づいたわ。山の中に、あの釣った魚、紅鮭、うん、そう、で包み込まれてる。その通りってことやね。静かなる時を生み出す秘宝かな、せーのせーで、はい。俺な、なかってん、これ砂時計。あー、そういう解釈。でも秘宝はどこ行った、それ。朝起こされる最悪や。ビリリ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 リ。そっちの秘宝。俺砂時計は普通に秘宝、綺麗やん。あ、そういうこと。そう、正解はおしゃぶり。はい、おしゃぶりって指輪みたいな形しとるやん。赤ちゃんに加えさせると静かになるやん。お母さんはその間に軸の時間ができるわけじゃないですか、うん、ということでございます。やば、考え方むっつ。あ、でもこれでドタマ勝ち合ったのかお前まあいいや、はい、これで俺もう寝坊せんやろ。もう寝坊せんやろ。目覚まし2つもできたわ。ほんまや。シューウィング五石に似てるお菓子かな、はい、せーのせーで、はい、メントス。だよね、正解でございます。なあ、ね、これはもう完璧。正解、これ正解。もちろん答え言ってますからね。五石のお菓子言ってたら、これやん、これしかないやん。お菓子と言ってますからね、うん、じゃあなぜ今それがこの段階で出たのかというものを踏まえて次の歌お聴きください。広がるは吹き出す水の墨汁かな、せーのせーで、はい。何なの。俺タコ。消臭炭の。ちなみに今ここに正解は、うん、ございません。物ではないんです。
わ、わかった。これは、俺だけしかできんよな。そうです、今の状況だと島袋さんだったらできるんです。わかった。それはじゃあ実演してください。え、もうここでやっちゃっていい？やっちゃってください。掃除は僕がやります。わかりました。はい、はい、じゃあこれ今解けさせていただきます。うわ、待って、わかった、わかった。うわ、お前やば。広がるは吹き出す水の墨汁かな。お願いします。気づけろみんな。はい、知らないよ俺は。そんなにね、そんなインパクトねえな。はい、答えはこちら、うん、メントスコーラでございます。 YouTuber 初期のメントスコーラで締めるということで、おー、うちもしっかり作っちゃって、はい。島袋さん 4.5 ポイント、宇田先輩2ポイントということで、島袋選手の勝ちでございます。ってことはこの勝負は勝ちの人が1週間俳句のツイートをするっていう。違うよね。あ、これに関してはですね、すいません、日本は古来から、ルールにはとても厳しい、職業でございまして、はい、宇田先輩申し訳ございませんが、はい、1週間俳句の刑よし。ということでですね、今回やったこの俳句を友達同士でも簡単にできるので、よろしければ、仲良くワイワイやりながら、やってみるのも一つ通なのではないかと。しょうもない。そうやろ。まあ俺も思ってた。やね。こちらもまた面白いものではないかと思われますので、高評価、グッドボタン、高評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。お願いします。では、このような動画、本日はありがとうございました。ありがとうございます。そんなさ、今日かしこまってるの？ん？じゃあ最後の方でもこうやってやっておかないとさ、コメント欄で叩かれるやん。お前誰やねん、調子こくなよ、司会下手やねん、お前何？